ですね。はっきりと僕は戦いますという姿勢を見せて、そして勝ち切って見せた渋川ナンバです。ハイパイがいい、ご褒美、ご褒美ですか。新エムリーガートップ第1号は桜ナイツ渋川となるんでしょうか。魚谷もいいぞ、カンチーマンが入った。久里もなかなかいいドラのパーソーが使えるかどうか。そして中林も悪くないです ね、できればチートイドラドラで中林はね、仕上げたいでしょうね。はい、土田さんはチートイツの名手ですけれども、今シーズン、まあ、まだ序盤ですけれど、ここまで結構チートイツが多くないですか。あ、出てますね、はい、そういう台に変えたのかなそんなことないそういう台、道具が変わったのかなと思いました。チートイツ仕様になってますかね。チートイツがよく出る台に変わったかな。あの先日アベマズ大井選手の2局連続チートイツ上がりなんてありましたけど、 ありましたね、結構珍しいんじゃないかなと思いますが、あ、難しい、どうしよう、E ピン、あ、9ピンか、パーピン2枚で、ただそうなると9ピンが統一の材料としていいんですけど、ちょっと迷いましたね、うん、ちょっと重なりやすそうな9ピンには見える、まだはっきり縦一本でいけないからっていうところでしょうね。そうですね、中林の手配は両面2組に統一が4組。あ、そうですか、かなりの想図ですね。はい、久里は想図に寄せていた。ああ、やった、キューピンかぶった。これ中林分かった上で、そうですよね、やったんで、うん、ああ、やっぱ決め打ちだったかなっていうね、うん、ところはあります。魚谷急所のチーマン引いた、急所食えた、ね、そして久里チーソーが食えた。これ鎮逸までいけそうですね。鎮逸ですね、はい、白シャート払っていくんでしょう。シャーチャー佐々木久里ペンチーソーのチーを入れてきました。さあ魚谷連続で有効牌引き入れて、リャンウーは待ちのリーチです。魚谷がリーチリーチで攻め立てますね。いいじゃないですか、うん、ね。そろそろ決まるか、フェニックスの一撃。これは待ちが良すぎるんじゃない。いいですよ、山に6枚、どうだ。あ、もう降りない、降りませんね、降りません、降りない、もう降りないですね。はい、全力で押すスイッチが入りました。次リャンウーワン引いたら E1 まず打って、その後リャンウーワン補充っていうパターンですね上がりのパターンはあんまりないかもしれない。ないんですか。あ、渋川も来るかも。リャンソー5食う準備をもうしてました。あ、これほら、これこれこれ、わからないの待ちが、え教えてスーチーソーウーソー待ちに見えます。ちなみにチーソー、おっと、あっという間の上がりになりました。鎮逸ドラ1万2000は1万2900。あっという間でしたね。はい、なんとパイレーツの新エムリーガー中林、箱下に沈んでいく。これはローン上がりといえどスカッとするんじゃないですか。そうですね。